ね、あの常温で大丈夫なのかなと思ったんですけど大丈夫みたいですね中をねあの無酸素の状態真空状態にするらしいでだから大丈夫なんですねもうこれめっちゃうわー美味しそうあーこれ美味しそうって言われしかもあのあの動画のねネタにできそうと思って買ってきたんですねうん、でねまあねここに置いてあるってことあじゃあどっこ今から食べるのかなと思ったら食べません。<laughs> これはねこれでねもう一個ね動画作りますこれね裏ドスコインでね申し訳ないんですがこれはね宣伝裏ドスコインでこういう動画出しますっていう宣伝でした一個だけでもあさあねやっぱ4桁もらって一個だけでもって言われたら食べるしかないですねじゃ食べようかな多分こう放送なってるでしょねそうしようそうしよううんはいどれ食べてほしいですかはいバナーあーでこれでいいかはいえー いちごゼリー味とチョコのクリームとバナナクリーム味がありますはい。チョコですねチョコが多いですねじゃチョコにします、ね、んこれがチョコだこれが多分チョコなんでこっち側から開けます,ますようんちょっと僕力がないんですね、えー、あれ開かないうん 新しい問題が出てきました。開きません。ちょっと、ね、ひーひー <laughs> 開かないわこれ。ハサミあそれかこれかなこれあこっちにこうなってるのこれだなもうしょうがないなじゃあはいあ開きましたはい 開きましたよ皆さんでね開いたんですけどねこれなわかるかなこのね一番遠いところにチョコがあるんですよこれ開いたところからうわーこれちょっとじゃああの手を伸ばしてねあーちょっとチョコが遠いのであまあ、い,いかチョコ無理やりちょっと無理やりねチョコチョコっ いいああもう意味ないこれああめちゃくちゃ開いちゃったあーあーでもねうわあまあい,いやはいちょっとねちょっとあの <laughs> ちょっとあのちぎれちゃったんですけどねこのクレープ味のえー、いや生やつ箸食べまーすこれと多分美味しいと思うす,すごいいい匂いがねしてきましたこれうん あ、そう乾燥剤あるしねん。大丈夫だ、大丈夫ですね。はい食べまーす。うんーあ、お美しい美味しい。うん、うん、おいしいわ。おー、うんー、あの八ツハ八ヤツなんですけど。 すごいクレープの味がします。えってこと分かりますか。あのね、ああ、ああこれ美味しいこれ。うーん。